ちょっと受験直前期の方もね、いると思うので、その方に向けてなんですけど、受験直前期にね、やるとお得なのが国語なんですよ。っていうのも、ぶっちゃけね、社会とかね、理科とかっていうのは、まあ、詰め込んだら詰め込んだだけ伸びると思うんですけど、1個覚えて、じゃあそれで点数何点伸びるかって言ったら、1点伸びればいい方なんですよ。一方でね、国語っていうのは、なんとなく文章慣れしとくとか、イメトレとか、まあ、どういうふうに文章を読んでいくのかっていうことを決めとくだけで、平気で10点、20点、30点って変わってくるんですよね。だから、毎日国語だけやれって言ってることでは決してないんですけど、せめて1日1個ぐらい文章を読んで、あ、こういうふうに初見の文章出てきたら、まあ、脳の使い方はこうだよねっていうことを確認しておくだけで、本番のね、点数、コスパよくね、上げることができるんじゃないかなと思います。はい。